すいません。じゃあちょっと次のメールも行きますか、はい、じゃあ次のメール、メールありがとうございます、どっちが読みますか、私ですか、はい、はい、私が読ませていただきましょう、はい、コートネーム美和子さんからいただきました、ありがとうございます、あゆ、かいとくん、のぶくん、お願いします、お願いします、私は配給のおかげで人生がガラッとか、これじゃないわ、次のページだわごめんなさい、今読んだやつでした、コートネームナッツンつくつんさんからいただきました、はい、ありがとうございます、私はブラジルに住んでいます、ブラジルの人聞こえますか、オブリガード、ブラジルといえばバレーの強豪です、はい、8月初旬に行われた男子バレー日本対ブラジルをテレビ観戦していたのですが、うんうん、試合中ブラジルの解説者が日本のバレーボール界に影響を与えた作品として配球を紹介していました、さらに試合終了後ブラジルのツイッターには石川選手や高橋選手と並んで配球とひなたがトレンド入りしていたのです、すごい、すげえ、こうして配球がさらに世界に広がっていくのだなと自分のことのように嬉しくなりました、ゴミ捨て場の決戦の開幕を首を長くしてお待ちしております、わ、いいですね、すごい、すごい、ブラジルだってもう、うん、もう配球そんだけ広まってるなんてありがてー、嬉しいっすね、超すげえ、それこそ石川選手なんてもうめちゃめちゃアタックの時のフォームが空中で全然崩れないで有名な選手ですから、それじゃもう日向と近いところもあってね、あこのいいじゃないですか、いや嬉しいわ、トレンド入りもすごい、このローマ字でねまたトレンド入りするっていうのが、日本だけじゃなくて、ね、ワールドワイドな感じするよね、いや嬉しいわ、なんでだよ、ね、おかしいだろ日向だけってあ確かに西の山どうした西の山そうあれやさわちょっと西の山関係のメールも読みたいぞ影普通は影山だけど、いやもう野山さんリベロだろリベロ、 リベロ大事なのは、でもその話するならもう本誌の最終回の話してもいいのかな、ダメです、ダメダメアニメのラジオです、ダメです、ネタバレやめてください、ウッチーが怒るから、あ話してーなーそしたらね